さあ続きましてラテンデモンストレーションノルウェーが生んだ世界チャンピオンダンサー Ladies and gentlemen, Espen and Sisten Solberg。ノルウェーの初めての世界チャンピオンです、エスパンとシステン・ソルバーグ1976年、今から7年前のアマチュアの世界選手権を優勝いたしましてプロに転向いたしました。昨年今年と世界選手権をはじめ、全てのメジャータイトルを独占した素晴らしい選手です。昨年の秋に東京で行われました世界選手権の時に初めて世界で1位優勝をして、とても喜んでいたのが昨日のことようですね。この北欧の場合のダンス人口というのはどうなんですか？北欧は、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、全て、子どもの頃から皆さんダンスやっています。学校から帰ってきてダンススクールに通いまして、ダンスとともにお行儀、マナーを、学んでくるというのが向こうのダンスですね。そうしますと もちろんアマチュアは非常に多いです。とても多いですね、このエスパンも10歳でダンスを始めて21年間踊っているそうです。このドレス、彼女が自らデザインして作っているものです。それから彼女の、ヘアを見ていただけますか？はい、ソルバーグ氏が、自分で言っています。三笠宮殿下もいらっしゃいますね。